皆さんこんにちは、ケシと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターやっていきたいんですけれども、引き続きですよ。さあラッシーさんとですねコラボなんですよね。ってかさ、ちょ近くない？あーどうもラッシーさんです。今日は近めに登場してみました。近めの登場ですね、大丈夫ですか？これ食われないですか？もうあれですね、アキシさんと私の関係性がこの絵に現れてますよね。もうだいぶ近づけましたね。そうですね、だいぶ近く、そうですね、いや嬉しいんだけど怖いみたいなねはい、はい、というわけでラッシーさん、ですね、パート1は僕のチャンネルでやらせていただいて、パート2はですね、はい、すでにラッシーさんのねチャンネルで上がってるということで、もしね、はい、これまでパート1パート2見てないっていう方がいらっしゃったらですね、そちらから見ていただければと思います。はい、ぜひ見てください。はい、このステージですね、ちなみにラッシーさんがですね作ったポケモンのステージになります。そうなんですよ、これでねポケモンバトルをねしようと思ったんですよね、本当は。いやーすごいですよね、このステージも。本当に頑張って作りましたけど、実はちょっとあのすごい秘密があって。すごい秘密、何ですか？はい、パーツ使いまくってるから、これ出すだけでカクカクになるのでバトルできないっていう問題があるんですよねなかなか、いやすごい重いなと思ったんですけど、これ一個一個、あこういうことですか。いやめっちゃパーツすごいいやでもこれよく作りましたね、逆に。一番やっぱこだわりはその今自分たちがいて見えないけどモンスターボールね。あもうこれがあるからやっぱポケモンのバトルスタジアムって感じが出てますもんね。そうですね、いやちょっとこの上で戦えないのが残念ですが、はい、はい、早速やっていきましょう。いきましょう。すいません、パート1でちょっと触れるべきだったんですけど。あ、いや全然緊張しててちょっと。いやラッシーさん、というわけでですね、はいはい、今日紹介するポケモン3体を並べてみました。いいでしょう。いややばいっすね、壮観でしょこれ。壮観です。いややっぱ伝説となるとね、やっぱりもう格が違いますね。ね、今までのユニットもすごかったですけど、全然ね違うよね、かっこよさが半端ないな、はい、自画自賛だけど大丈夫です、僕もよく自画自賛するんででちょっとあれですよね、なんか気合の入り方がやっぱ違うなって思うんですよ、細かいところをなんか見れば見るほど。やっぱね伝説だからね、はい、やっぱり頑張って作っちゃいますよ伝説は。特にリアルガは2回目だから、はい、え2回作ってるんですか？そうですそうです、1回目作った時は、あのちょっとなんかちょっとずんぐりしちゃってて、はい、確かボディが違うと、はい、なんか中身の構造が全部違いますよ。あ、骨か、骨になってるんですよ、骨骨。へえ、これ骨ですか？あの足を細くしたかったんですよね、はい、で元々は骨じゃない方で作ってたんですよ。両方ブラキオですか？ブラキオですね、ブラキオ、ブラキオ。そう、初めそれで作っててめっちゃおデブちゃんになっちゃったんですよね、はい、あー確かにこう、うん、足の周りがだいぶボリューム違いますね。それでちょっとなんかスリム化しようと思って骨でやったんだけど、はい、これが大変でしたね、はい、この骨がさ埋まらなくて、この間が、あー全部これ今埋めてますもんね、ほとんど隙間ない状態ですもんね。骨って隙間空いてるじゃないですか、だからあの、はい、接着できない部分とかが結構あって、それはあの鱗同士をつなげて、つなげてる隣のブロックにつけてつなげるみたいな感じですかね。そういうこと、そういうこと。なるほど、いや難しいですねこれ。またそう、これ結構難しいことされてますね。一番苦労したのはその兜の、すごいめっちゃかっこいい、このあの飾りですか？はい、そうです。これが一番苦労されてる。いやすげえ、これあの角度によって、はい、ちゃんと作んない、はい、角度によってなんかまっすぐ見たら綺麗になってんだけど、はい、横から見たらこう斜めにずれちゃってるとか、はい、ありますよね。そうそう、作ってたらあれが大変だったんだよな。で多分これがあのミュウの尻尾の技術を生み出したベースのやつです、はい、あこれもまさかこうパパパパって素早く作ってる。そういやいや、ちょっとあの前回のラッシーさんのパート2の方でちょっとねその技術を紹介してるんですけど、はいはい、すごかったですよね。それをまた使ってるっていうことですよね。これまた使ってるっていうか、そうこれがあの技術を生み出した。なるほど、これが元祖なんですね。元祖すごいよくできますね本当に。これ戦ったらまた強いんでしょうね、リアルが伝説です。いやもう伝説ですからね、もう今までのやつらとは強さが違います、はい。いやー早く見たいですね。じゃあ早速戦わせてみましょうか。行きましょう行きましょう。さあラッシーさんのディアルガと、はいはいはい、あーキラーマシン3体でちょっとお相手してもらおうかなと思います。めっちゃかっこいい。キラーマシン大好きなんですよ。あそうなんですか、はい、ラッシーさんドラクエも結構やられてるんですね、ポケモンだけで。やってる、超好き。じゃあこれから再現、ドラクエの中で多分一番好きですね
はい、というわけで見ていきましょう。さあ、バトルさすが伝説、伝説だからね強っ。ラシさん、ディアルガの攻撃あれ何だったんですか。あれはですね、時の方向ですね、はい、時の方向、はい、ドラゴン技これは手に負えない、仲間を呼ぶぞ。あ、なんかめっちゃ増えてるはい、キラーマシン、さっき仲間呼んでましたからね。あー、すごい、2もいるんですね。そうなんですよ、キラーマシン2でございます。あ、2かっけー、すごいな、再現度が。はい、浮いております。浮いてるね。そうなんですよ。レディファイトいけ。あー、時の方向やべえやっぱ時間系能力は最強ですね、あ、時止め能力って結構いっぱいいるんですね。あ、なんかめっちゃ増えてるな。古代の原始人がマンモスを飼ってる時の絵ですね、これ完全に。そうですねはい、やっていきましょう。すごい、あー、いいぞいいぞ。あー、キラーマシン2が来てしまった。さあ、どうなるんだこれは。おお強すぎ、やっぱり強い、強すぎだわ。いやー、すげえまあ伝説ですからね。魔王クラスを呼ばないとダメ、ね、あ、これもうあれじゃないですか、アキシさん、ゾーマ作んなきゃダメなんじゃないですか、はい、あー、そうですね、ちょっとデスタムーアっぽいやつは作ってるんですけどね。あー、そうなんですね。アキシさん、こいつらなんですよ。あクレイジーハンド、マスターハンドみたいな感じで。そういう感じか。一緒にあの、はい、エスタークとか作りたいですね。あ、一緒にエスターク、いいですね、あ、じゃあアキシさんの方のユニットの紹介もお願いしますよ。これはですね、この四つ組っていうベースを使ってなんかできないかって考えて、まず真っ先に浮かんだのがちょっとキラーマシンだったっていうことで。そうか、その発想なかったな。骨なんですね、はい、そうなんですよ、スケルトンを使ってて、もうこれ隠してないんですけど。なるほど、いや、はい、目立たないかなと思って。全然違和感ないですね、すごい。本当ですか。そっかそっか。結構この、はい、バリスタとこの剣でうまいこと拳が隠れるかなと思って、うん、いやちょっと一個だけ気になってるところいいですか。はい、矢筒がすげえ頑張ったんじゃないかなと思って、はい、いや実はこれが一番ちょっとお伝えしたかった部分なんです。そうっすよねすげえなこれ、はい、矢の、円柱になってるパーツってなんかつき方がちょっとこんな感じなんですよね。側面についちゃうんですよね。なので一旦こういうですね、板をまず設置してから、その上にこの円柱のパーツをこうつけて最後に消すみたいな。いやー、こだわってんだありがとうございます。これどうやって浮いてるんですか。こんな感じでキラーマシンを置いてからこう消すと。あ、落ちないんでね、はい、浮くんですよ。さあ、ラッシーさん、これもやばいですね、ギラティナ、はいはいはい、ギラティナね、かっこいい。まあちょっとね、かっこよくは一応できてはいるんだけど、はい、これは若干やっぱその、はい、本人的にはあんまり納得いかいってないんですよ、はい、そうなんですか、どの辺がですか、うん、あんまり似てない。なんかもうちょっとギラティナってなつのが虫っぽい感じなんですよね。体がブロントの虫みたいな感じなんですよね、はい、恐竜と虫感をすごい出したかったんだけど、なんかあのビルみたいな感じになっちゃったんで。え、俺ビルっすか。建物のビルビル、建物っすか。そう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 。え、そうですか、うん、この胴体の部分がってことですか。そうそうそう、だからね、マンションみたいな感じで、うん、なんか一番初めはその兜の部分ですね。ここがなんか適当に作ってたらかっこいいのできないかなと思って適当に作ってたら、はい、あれこれギラティナじゃねってなったんで。あ、全然違うやつ作ろうとしてたらギラティナになったってこと、はい、そうそうそう、そうだったんですかこれギラティナじゃねってなってギラティナを作り始めたんだけど、体がうまく表現できなかったって感じ、はいはい、でもその割にすごい再現度高いですよねこの頭の部分だけこうやって見てもらうとギラティナっぽい感じに出てると思うんですけど、はい、いや完全にギラティナですねここだけ引かないでこういう状態で見てもらえば一番いいと思いますいやいや大丈夫ですよ、引いても全然すごいギラティナですよ、ギラティナしてますよ。いや、これパート2期待しちゃっていいんですか、ディアルガみたいな感じで作り直し、はい、さあ、プル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 ね、はい、しちゃってますけれども戦いたそうです ね、ちょっと武者震いですね、はい、アキシさんの方は何を出してくれるんですかいやちょっとさっきのディアルガで僕反省しました、はい、ちょっと量産機だったんで、うん、僕もかなり強いやつを持ってきました。でかい、はい、でかいんですよ。もう骸骨をね、もうめちゃめちゃでかいやつにいろいろ貼り付けて、はいはい、ガシャドクロっていう妖怪をですね、ガシャドクロね、はいはい、ちょっとこれ横から見せてもらっていいですか、あの2人並べて、はい、ほら、こんなでかいっすよ、
いや超でかいっすよね。いやこれちょっと大人げなかったかもしれないですね。いや、いいですね、もうだいぶ強いんで。あれホラー対決ですよね。だからゴースト対決。そうですね。あ、そっか、ギラティナゴーストドラゴンです。そう。さあゴースト同士のバトル見ていきましょう。アンデッドバトルどうなる。おーっとすげえ。ナッシーさん、これはゴーストの、はい、いやめっちゃ強い技じゃないですか。これもシャドウダイブですね。シャドウダイブ、はい、ギラティナのこれ専用技ですか。もしかしたらギラティナ走行に覆われてるからね、ダメージが入りづらいんで。そうだね、羽に当たるとかなりダメージ入る。ガシャドクロ、羽だぞ、羽を狙え。ナッシーさんすいません、はい、拘束させていただきました。挟まれてますね。モンスターボールなかったんでちょっと拘束させていただきました。よし、これで再戦だ。引かなくてもいい。さあどうだ。おー、勝った。こけてる。やっぱ最後ちゃんとね、まあ、一直線で羽狙いましたからね、はい、そうですね、いや弱点を見事つけました。そうそうそう、弱点に当たるという瞬殺なんですよね。いやすごいな、かっこいいですね。いやありがとうございます。この鎧もちゃんと骨で作ってるっていうのがやっぱセンスを感じます。あーそうですか、ティラノサウルスの胴体しかないんですね、はいはいはい、使えるパーツがほぼほぼ、うん、もう僕だったら多分ブロックにしちゃう、はい、鎧みたいに。あーまあブロックはブロックですごいかっこよさそうですよね。でもやっぱ骨感出したいじゃん、この骨だけで作ってるっていうのこだわりを感じますよ ね、まあ、あとやっぱ剣へのこだわりです。え、これ何このドクロのマークのやつ。あ、はい、あこの盾がこれか、はい、アップデートでどんどん増えてるんですけど、え、これ剣は、剣はもう普通の剣に剣、パーツを貼り付けてるんですよね。はい、こんな感じで、ね、ちょっとダークソードみたいな感じに、はい、したかったんで。いや超センスが光ってますね。強いてアドバイスするんだったら、はい、僕だったらですよ、肋骨の下になんかあの、はい、コアみたいなやつ作るから、はい、光ってる。ああなるほどなるほどなるほど、それ内側につけてればいいんだよ。実はですね、これガシャドクロパワーアップこれから控えてるんですけど。あ、そうなんですか。いただきます。よかった、採用された。コアを使うっていうのは、はい、ちょっとナイスアイディアすぎますね。ちょっといや、ぜひそうさせていただきたいと思います。やりました。さあ3体目パルキアですよね。はいパルキアですよ。来ました来ました、一番のね、自信作ですよ、はい、パルキアはかなりよくできてると思ってます。いやめちゃめちゃすごいですよ。いや特にこの顔周り、あのギラティナもあのディアルガも顔周りすごかったですけど、パルキアめっちゃ綺麗ですね。そこね、そのなんか兜かぶってるみたいな感じ、これを出すのがすごい大変でしたね、はい、本当に、うん、一番前も目玉かな、ちょっとそこ頭めくってもらっていいですか。目玉ですね。目玉ですね。すげえなー俺とか言って。いやいや全然自画自賛していいレベルですよこれ。いやそこは大変だったんだよ確かに。でね、これ一番のこのポイントは、この手なんですけど、はい、おー手、はい、あのねたまにバグるじゃないですか、出す時にブルブルブルってなるんですけど。あーそうですね、干渉しちゃって。そうそうそう、はい、あーほらほらちょっとなんか手がねじれた感じになるでしょ。実際のパルキアの絵を見てもらえばわかるんですけど、はい、パルキアってなんかもうこの腕の部分が物理法則を無視してるんですよね、はい、すごい薄い。そうなんですか。薄いんだよ、ペラペラでしょ、腕が内側の部分ペラペラ、パーツから直に腕が出てる感じだから、ちゃんとこの丸の下から出てるように見えるでしょ。この感じを出すのにすごく苦労しました。実はこのパルキアも2代目なんです、はい。え、2代目なんですか、ディアルガと一緒で。そう、あ、そうだったんですか。あの1代目の時は、はい、アルセウスで登場したあのオリジンフォルムってやつを作ったんですよ。めちゃくそダサくなっちゃって、それを払拭するために作ったのがこのパルキアですね、はい、だからすっごい気合入ってます。だから一回失敗してるから、クソダセーってみんなコメントで言われてて。そうなんですか。そうそうそう、絶対かっこいいやつ作ってやるぞっていう気合が、あのにじみ出た感じですよね。あー、アニマル魂が炸裂して、そうそうそう、できるんやでってやろうと思った。でも確かにオリジンフォーム難しそうですもんね。そうそう、なんか馬みたいな形でさ、あんまいいパーツがなかったんですよね。いや見事にそのリメイクで大成功ですねこれ。いや本当ですね、これで戦闘がさらにかっこよかったらもう言うことなしですよね。戦闘もかっこいいに決まってんじゃないですか。いやじゃあちょっと見せていただきたいですね。ぜひやっていきましょうか。見せましょう見せましょう。いやらしさ、さっきガシャドクロ、はいはい、強いの持ってきたって言ったけど反省しました、はい、はいはいはい、めちゃめちゃ反省して、さらに強いやつ、さらに強いやつさらに強いやつあるの。
おお、なにこれ、はい、こちらでございます。なにこれすげえの出てきたぞ。はい、もう最後のバトルだってこれが。いやもうちょっと卑怯かもしれないですけど、もうデカさで勝負だと。すごいね、これこれ勝てるんじゃないかなと。いいですね、はい、行きましょう。さあ、パルキア VS、 はい、巨大兵器。おおおおさすがだな、まあ、伝説ですから、ね、やっぱり強いな、ね、あれ、今の悪切断がやっぱりね、当たっちゃったから。機械とか関係ないからね、時ごと切り裂きますから、空間を。チートすぎますよ、時ごととか。すいません、ちょっとはいはい、在庫がある限り持ってきました。めっちゃ在庫あるね。ホワイトベースみたいな、戦艦みたいな。大艦隊じゃん、はい、これもう、大艦隊でちょっとやらせていただきます。宇宙戦争の感じになってるよ。そうですね。さあ、いけ、無敵艦隊。宇宙戦争勃発。あー、大爆発、すごい迫力だぞ、これ。やばいっすね。いけるのか。おー、どうだった。おー、すげえ。すげえ。いやでも満足ですわ、これ。こんなド派手なバトル、すごい、超かっこいいじゃん、今の。めっちゃかっこよかったっすね。生きてるよ、パルキア。すげえな、パルキアさん。だいたい3分の1ぐらい残った。めっちゃいい勝負だったんじゃない。いい勝負でした ね。いや、大健闘したと思いますよ、これ。まあやっぱり伝説に人間が挑もうっつうのがちょっとやっぱり次元が違いすぎました。本当すいません、伝説のお手さん。いやすげえな。いやでも超かっこよかった今の。スローモーションでもう一度じゃない。どっか爆発して、ここの辺でこっからでね。あ、そう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 、後ろからのこれビームがすごいんだよ、これ。あーすごい、いい勝負。あ、これポテンシャル的にはいけるね。いけるいける。もうあれですよ、これもう勝負に勝ってるよ、もう倒せてますよ。これだから何回かやったらもう勝てるんじゃん、多分。ゲームや。そうなんです。これは何なんですか、戦車。なんかこうキャタピラみたいなのがちょっとついてるから戦車っぽいかなって思うんですけど、実は飛ぶんですよ、うん、はい、すごい。ホワイトベースをちょっと、はい、あ、そうだね、マージュして。ホワイトベースがあるもんね。 その真ん中のそのキラキラしてるところから、まあ、もうそこから手法が出るんでしょうけど、はい、そこからなんかガンダムが行きますって言ってもおかしくないもん。そんな感じするもん。そうですね、そうなんですよ。手法の穴からガンダムが出てくる感じある。さすがですね、うん、いやー、そうなんですよね。まあ、そうなんですよ、ガンダム作りたくなってきます ね。いいね、いいね。いやー、これ、はい、これベースは何なんですか。あー、ベースなんですけれども、うん、あ、足がある。見えますかね。何これ、え。足があるよ。骸骨の足なんですよ。そうなんですよ。歩くんだじゃん。歩くんですよね。実は骸骨の足でもう歩いてるんですよ。そうなんだ。びっくり。なので HP ゲージがこんな感じでちっちゃいんですよね。すごい。やられそうになってるかどうかよく分かんないっていう。これなんであれロボットパーツにしなかったの。ロボットベースか。あ、これロボットベースが出る前にちょっと作る。あ、そっかそっか。そうなんですよ。スケルトンの上に全部ついてんだ、これ。すげえな。そうなんですよ。だから結構あの攻撃をうまくスケルトンに当てないとダメージが入らないと思うんで、うんうん、はいはいはい。いやでも見事に当てられちゃいました、ね、すごかったね。どうやって当たったんだろうね。よく分かんなかったですね。もうやっぱ不思議な、やっぱりちょっと時が、まあやっぱね、止まってたんかもしれない、ね、うん、悪切断、ね、悪空間を刻んで装甲の中を直接切ったんだろうね、多分ね。チートですね、もう相手が悪かったってことですね。これミサイルポットなんですけど、うんうんうん、スタートね。あー、すげえ。なにこれ、超かっこいいじゃん。どういう仕組みなのこれ。これ、ね、あれか、回るやつ。はい、あ、そうです、そうです。ローテーター使って、はい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 、ここについてるんですけれども。あー、なるほど。すごい。超かっこよかった、はい、今の。何これ。いや、ありがとうございます。ちょっとうちも使おう。はい、ぜひ使ってください、うん。すごいね、ローテーター。トラップでは使ったことあるけど、そうか、こういうハッチみたいな使い方できるんだね。でもあれでしょ、開いたらいいけど、はい、もう閉まらないやつでしょ、戦闘中は。一方通行で、ね、これも。あー、すげえ。あー、すげえ、いいな、上下いいね。上下超かっこいい、はい、これを最後にこれ一ついいですか。はい、シャコなんですけど、はいはい、尻尾がこう動くんです。あ、すごいすごい。これもローテーターで。あー、なるほどね。はい、ローテーター、こんな感じで。ちょっと待って、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 はい、これさ、これ今思ったけどさ、はい、この体ギラティナじゃね、はい、これでさ、ギラティナ作れんじゃん、はい、
もっと完成度の高いギラティナ。面白いかもしれない。あ、確かにもうこいつすでにギラティナっぽいですもんね。そうだよね。ほら。あ、本当だ。ほら。ギラティナだ。これ行こう。これ作ろう。合作決定。合作決定。おっしゃ、思わぬところで。すごい。いや、行ってみるもんですね。すごいね。なんかギラティナすごい怯えてますけど大丈夫です。いや、でかいでかい、怖い怖い。首になる首になる。ごめんな。ごめんな。というわけで、もしかしたらこれ、はいはい、ラッシーさんと共作するかもしれないんで、お楽しみにということですね。お楽しみに。はい、というわけで、いや白熱なバトルでしたね。いやすごかったね、最後のバトル。すごかったね。プロモーションで見ちゃいましたよ。いや、めっちゃかっこよかった。あれじゃあワンチャン CM で使われるかもしれん。あー、そうだったらすごい。それこそ夢のあれですね。そう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 、夢ですね。いや、使ってください。ぜひ運営の方、はい、見てくださってたら、ね、ぜひ使ってください。もう遠慮なく遠慮なく。はい、というわけでですね、このパート3の続き、パート4がですね、今度はラッシーさんのチャンネルで今度やるということでですね、はい、そちらもお楽しみにしていただければと思います。ポケモンラストバトルですね。ラストバトル、ラストは派手にいきましょう、ね、ラッシーさん、派手にいきよう、派手にね。今回もド派手だったから、次もっと派手にするってなったら、もう何出すって感じよ。いやー、まあ、これ以上派手にできるんですかね。やっていこう、はい、頑張って。というわけで、今日はラッシーさんがまた遊びに来てくださいました。ありがとうございました。また、はい、パート4もよろしくお願いいたします。はい、またね、はい、またね、ありがとう、ありがとう、バイバイ。